山岸真世界の光の中で、本日のゲストは倉重聡さんです。よっ、ようこそ。ありがとうございます。忙しいところすいません。とんでもないですね。忙しいプラスこの暑さ、本当にすごく暑いですね、本当に。やっぱりなかなかね、お願いしづらかったんで。いや、そんなことないですよ。ちょっと僕はって言われると思ってやめてください。だけど、まあ思い切ってちょっとね、今回お願いしてみて、で、今回に関しては夏休み特別ね。あ、そうね。なんで企画も今まではね、作品ずらーっと並べて、で、これがこうだ、これがだってやってたんだけど、今日はもう、2人が1人のモデルをこの周りで、僕の神田の線路の下で、まあ、15分か20分でどう撮るか。それはもうお互いに立ち合わない。あら、ズルしない。あら、一本勝負。すごい、倉重さんと山岸さんが。あら、すごい面白い。めちゃめちゃ緊張してます。すいません、突然。それもまさかね、いやーって言うと思ったら嫌ですよって言うと思ったんだけど、でも面白いですねって言ってくれたから。ありがとうございます。いや、もうね、やっぱり俺たちは手の内見せないから。自分が何者かっていうのは手の内見せて、もうね、1台のカメラでどんな風に写真を撮るかっていうことで、女の子がどう光るかってことだから、素人と違うところを何かってのはやっぱり撮って見せる。特別の魔法なんて俺たちじゃないんだけど。何それ。そんなだから、その持ってる、俺たちはなんかカメラっていうものを持ってる魔法使いということで、これはですね、山岸さん全然映ってないんですけど、いいのいいのいいの、手だけ映ってない。なんかね、もうね、今残念ながらなくなった、ほとんど一人で喋ってるのに、影の声、影の声になる。ほとんど、なくな、今はもうね、カメラ師がみんななくなっていく中で頑張ったんだけど、うん、月刊カメラマン、そうなんですよ。倉重さんは月刊カメラマンの表紙を、はい、撮り続けていらっしゃった時期があったと、はい、何年ぐらい撮ってるんですか。6年ですね、丸6年。長い。長いって感じですね。あ、そうなんですか。今ここ映ってるのが2017年の12月号なんですよ。あ、これが多分最終号。あ、そうなんですか。はい、だけど、なんか今見ても全然古くない。古くないです、古くないです。で、まだあのカメラもそんなに古くなってないよね。ソニー、うん、ハナ、ライカ、オリンパス。そうですね。そうですね。富士。4年。2017年。いいよね、自然光で。いや、僕あのストロボ持ってないんですよね。素敵。本当なんです。雨降った人がどうする。自然光で。そこでもやるの。あの、この間も土砂降りのロケだったじゃないですか。でも女優さんにあのお願いして、動くなって言ってパッシャーンって撮った。三脚をつけて、で、僕感度も上げないんで。おお、 いくつぐらいで撮られてる。400ですね。だいたい俺と似てるね。俺意外とね、感度上げないんですよ。感度上げない。で、だからちょっと明るいレンズを使うんだけども、感度はほとんど上げたくないタイプです。あ、そうなんです。古い人間は。僕はそれでも、なんかなるべく絞ろうとするんで。おい、で、なぜかっていうと、そう、あの結構ね、ピント外すんですよ、僕。ああ、もうじゃあ、それでちょっと安全を、まあ、オートフォーカスないの。あ、僕ね、使わないです。いやー、ちょっとすごい、鳥肌立った、すごい今時、すごい、はあ、AF、なんていうんですか、なんかあの大体っていうのがあんまりこう、ちょっと気持ち悪いですよ。それで回しながら。わ、すごいですね。あ、まあ、ある程度のとこは AF なんですけど、そこからなんか微調整しちゃう。なんか、ちょっと進めていってくれる。はい、俺が、まあ、これ月日目の表紙だけど、またちょっともうちょい、写真展の、実はあんまり写真展って俺も見に行かないんだけど、なぜかね、惹かれてね、見に行っちゃったのよ。本当にめったにないですよ。ああ、最近は来てくれた人のために、はい、ためにとかお礼に、まあ、来てくれた人に最近は行くようにしてるんだけど、あんまりこう進んでいかないんです
だからフラッとこうね引き寄せられて、だからいて、あ、そうなの、会場に。それと初めて話を。あ、そうなんですか。え、この2020年の10月。いや、もう月下目とか写真はいっぱい見てるし、その原色、文春のね、そういうの見てても、どういう人なんだろう。あの写真がね、妙にね、新しい古しだね。どういうこと？あ、新しいのかな、古いのかな。あ、わからない。なんか今なんか溶けた。あ、これね。うん、溶けた。あ、そういう撮り方してんだ。なんか三脚出したりとか、こうメーターで測ってたりとかすると、うん、今ほら編集の方と若いじゃないですか。で、女優さんたちも若いんで、何してるんですかって。え、さっきからカチカチしてるの何ですかって言われたりとかして。すごいですね。そこの撮り方はずっと昔から一貫して。多分、新しいデジタルのあれが、ちょっとまあ、なんていうんですかね、うまくできないっていうか、うん、そんなにあのデジタルに移行するのもすごい遅かったんで、多分グラビア撮ってるカメラマンで一番遅いぐらい。じゃあ一番早くて一番遅い人なんですね。あの、もともとは私服の友社っていう、はい、大きなね、出版社の写真部に行った方なので、まあ、経験はいっぱいしてるわけよ。すごい大きな大きな。お茶飲みするね。お茶飲みする。そうなんですよね。その後ね、まあ、独立して。頑張ってください。僕が悩むことは。あの、意外と、彼だけじゃなくて、なんか師匠の名前言わない人結構多いんですよ。あ、そうなんですか。本当、いやいや、本当本当意外と多いんですよ。うちぐらいでね、こう出て見て、お前俺の名前入ってねえじゃねえかとか。あ、チェックされるのね。だからやっぱりね、これぐらい優秀なさ、写真家を売ってるのは、その写真家もちゃんとしてるからね。そうですね。そこはやっぱり何人ね、弟子とかアシスタントが何人成長して同じところで食べてるかっていうのも一つの、まあ、僕としてはやっぱりステータスなんですよ。うちも3、40人こう OB たちいるけど、来いって言われて最近来ないんで、みんな生意気になって。だけども、まあ、食べてればなんとか生きてればいいなって。昨日もなんか車の中からお前大丈夫って食ってるって。いや今日もこれから仕事ですよ。え、仕事あるんだ。お台場ですよ。え、お台場オリンピック取り組むの。いやいやいや、グラビア取り組むんですよ。お前警察捕まんないよってこんなに。そんな、それぐらいで言うじゃないですか、警備が厳しくて。あ、そうですね。そうそう、だから、そこら中におまわりさんいます、ね。すごい繊細な写真なの。そうなんですね。拝見したかったですよ、2020年行ってなかったでしょ、あそこは資生堂スタジオだったんです、もともとキャノンのギャラリー。あ、そうだったんですか。資生堂のスタジオがその昔あった場所なので、私も思い入れのある場所なんです。これすごいね。うん、すごい、そうそうたる。あ、もう今のね、今全部活躍してるじゃない。あっていう、ここが大切なんだよね、女の子もね。これ何年にやられた展覧会ですか。これはなんかキャノンさんで2年縛りなんですよね。あ、そうなんですか。あの2年以上経たないとできなくて、ちょうど2年経って。あ、そうなんですね。まあ、その、先ほどの、はい、女優。なかなかね、だけどキャノンで女の子のね、写真撮影ってなかなかする人いないから。そうですね。そういう意味では本格的な、あの写真展で発表できるってすごいですね。というのはやっぱりね、女の子の写真あんま好きじゃないんですよ。そうなのかしら。うん、だけど、まあ爽やかな有名な女優さんたちが多いから、本当レベルの高い方たちの、そうそう、ね、展覧会だったんですよ。でも最初のやつは大変でしたね。何が大変だった？大人の事情。本当に大変でした。大人の事情ね、分かる分かる。1年ばかりです。大変そうですよね。まあ事務所さん側の事情もあるし、あとちょっと
キャノンさんのあの事情があるって、そのすり合わせっていうか、そうですか、すごい大変でした。でもこんなに女優さんの写真ってやるのキャノンさんであんまりないじゃないですか。キャノンだけじゃなくて日本でないないでしょうね、うん、そういう意味ではすごい、それをやってる、うん、二度とできない。ああそうかも、ね、それだけじゃないですもんね、その先がありますもんね、いろいろとね、二度とできない、さらこれからですよ次倍ぐらいで、いやいや倍ぐらいの人数すごい。これも2017年ですね。 D850 が出た時だ。持ってるんですよ、君さんか。持ってる。はい、こうやってカメラ見るとなんかいいね。なんでそのカメラが、その当時の、うん、当時のカメラが、あーってね、今でもね、そうです、出ますね、うん、いいね。オリンパスはやめなさいってだってその頃そういうの撮ってたってわかるじゃないですか。これは2000自然光だよね。ちょっと待って、これは自然光だったの？いや、だからストロボ持ってないんです。すごいね。なぜ自然光でいつも捉えるんですか？ストロボ持ってないから。ストロボ持ってないから。だから日が沈むとロケ終わり。登ると始まる。そう、登ると始まる。雨でも。ストロボ使ってくださいって仕事は断る。いや、一応ストロボないんで。貸しスタジオってやるよね。あ、貸しスタジオだとストロボある、うん、あるからね。来ます。本当にストロボないからやらないだけで。そうです。初心者もいっぱい出してるんだけど、ちょっとね、びっくりしたな。本当ですか。海外ロケ行くじゃないですか。うん、で、うち本当に荷物ないんで、カメラバッグがあって、ポンって。で、すごい汗かくんで着替えはいっぱい持ってくるんです。で、着替えのバッグの方が大きくて、そのコーディネーターさんが着替えのバッグをカメラバッグだと思ってすごいこう丁寧に置くんです。いや、カメラバッグこっちへ。ちょっと代理店さん、旅行代理店さんとかコーディネーターさんが一回言われたのは、大丈夫これで撮れるの？だけど、すごい心配されました。うちもいっぱい持ってるけど使わないんですよ。そうそう、本当に無駄にいっぱいあっちゃって、逆にあることがマイナスになることがすごく多いんですよ。あ、足かせになっちゃって、だから最近は持つな、使わないもの。だけどこいつらは突然あれって言われるともないと怒られるから、結局どんどん増えてるんです。増えてっちゃうんです。だけど、かなり俺も自然光によりだね、うん、ないと諦めつくじゃないですか、うんうん、そうね、しょうがない、うんうん、その中で何か撮ろうっていう。だからカメラ2台とレンズ3本ぐらいです、ね、これ彼女遊びに来たのかなって。この辺で遊びに来た。あ、そうです、うん、まあ懐かしい、元気です。懐かしい、元気、うん、もう本当に、なんか私の部屋、スタジオに使ってとか言って元気でよかったよ、うん、ね。これどちらだったんですか？これもね、多分これも海外だったんですか？あ、そう、海外ですね。海外って言うんじゃん。いい子だったけどね、カメラバッグ一つで、うん、そうです、はい、カメラバッグなんですけど、もう現場はカメラ1台、レンズ1本でだいたいウロウロしてる。で、なんかこうド M なんで、足かせするの好きなんです。で、今日は 50mm だけしか使わないとか、ね、やばい、今日の勝負が負けちゃう、ね、もう始めたら大変よ。で、今日はレフ板は絶対使わないとか、なんかね、こう一つこう手かせ足かせするのがすごい好きで、そうすると何かこうあって思うようなものが、なんか意外なものが出来上がるんですかね、生み出されたりとかします。でも自信があるからでしょうね。いや、楽しんでるね、ね、うん、自信なかったらだって機材もその時縛りを作って自分で楽しんでるよね。なんかね、そういう足かせみたいなのがないと結構燃えなかったりする。なんと今日どうしますなんと言いました急に映った。あの写真なんか飾れる、これね、違うんだよ。
ちょっと反射してる。オリンパスさんにの工場に飾ってたのを。あ、持ってきたの？いや、持ってきたんじゃなくて、飾ってたのを、会社、V社みたいになったんで、もう飾るとこないから、もう戻ってきて。出戻り。戻ってくるだけいいよね。そうね、捨てられるよりはいいんじゃない、うん、なんか、もうね、これから作品っていう、こういう形で、なんか出すのやめるの。どうするの？だって JPS にまた、これで出したやつ。あ、ね、着払いでお送りしますし。もういらないもんだよね。なんかだけど、自分の写真を処分してくださいってすごく嫌じゃないですか。あ、嫌ですね。だったら処分するんだったら、まあ誰かにあげた方がまだいいから。だからもうやめる。こういう作品出してっていう。僕、生きてますよ。うん、声だけだったから。声だけだったからね、ごめんね。今日はどんな縛りにするんですか？また考えてないです。今日は、いやいや、もうほら、僕が若い時からずっと憧れの先生でしょ。どれだけおじいちゃんなの。僕はもう負けで当然の知恵ですから。もうね、別にお金かけてるわけじゃないんだから。うん、ただ、ただね、まあ、なかなかね、こんなことを真っ昼間にやる人いないから、ね、ちょうどなんかいいな、うん、OK してくださいましたし、ね、何よりも僕、こういうところで話すのって実は初めてなあ、本当ですか？あら、まあ、すいませんよね。いやいや、全部、なんかほら、まあ、テレビだったりとか、はい、そういう取材させてくれよ、うん、一応ちょっとお断り。あ、そうなんですか。え、じゃあ表にこうできるわけないよ。先輩の言うことなんで。いやいや、申し訳ない。先輩。今日なんて。しっかりしてね、きっと。飯だけそばぐらい、そしてから来てくれって言ってます。もうそれで飛んでいきます。すいません。俺って本当にずずしいとかさ、これね、すいません。とっかかりが、もう18年やってるんですよ。ああ、日本で一番古いユーチューバーですよ、本当のこと言うと。当時ユーチューバーっていなかったから。で、やっぱりずっとやってて、やめるわけいかなくて、いつもどうしようかな、どうしようかなって言って、最終的にこの形で収まってる。だから、まあ、だけど見てくれてる人がいるし、あ、います、います。で、少なからずこう写真の話をして、そのなんていうの、機材がいいとか悪いとかって話はほとんどしてないんで。その人柄とかそういうのが見れたり、写真が見れたらすごくいいなと思って、うん、今回みたいにこうね、すごい、いや、帰って申し訳ないですよ。いえ、どうも、どうなの、キャパ的には。大丈夫で、もう取り込みましょう。嬉しいでしょ。いやいや、恐縮です。そうなんだ。よし、これをだって1時間にまとめるんだから、もう行かないと。な、もう行かないと。もう行く。このもう1枚あるのよ、だって写真集の。あ、あ、懐かしいです。ショコタンでしょ。ショコタン。ああ、本当だ。今お母さん持ってるんでしょ。いやいやいや、独身ですよ。あ、そうだっけ。そうだ、ね、当時いい、めっちゃ可愛い ね。今可愛くないってわけじゃない。そんなことないですよ。すごい可愛い、うん、これ何、これも海外。いや、これは新宿の。知ってる。俺に言わせて。ホテルのベランダ。石川亭です。石川亭、さすが。何も難しいでしょう。すごい、俺気になって、あれ、これまさか、ね、そう、これもないんだけど、ゴールデン街、ゴールデン街の真ん中にあって、本当にそれいいとこでしたよ ね、 ね、すごいかっこいい写真が撮れる。ホテルラブホ。ラブホなの？ラブホなの？ラブホよ。ゴールデン街の真ん中にですか？で、廃墟になってラブホが、でそれをスタジオで貸してくれてたら、やっぱりそうなんだ。いや、まだこの時多分彼女18、そうだよね、うん、こんな少女を撮ってるすごい、ね、あのこの間ね、はい、あそこ目黒ハウスって、はいはい、当然行ったことありますよね。あります。最後じゃない、うん、でこれもうなくなりました。そう、なくなったじゃない、うん、その時に連れてったら、うん、彼女はグラビアとか撮らないから、ね、うん、だから一緒に行こうって言って、うん、石川って出なくて、あそこね、うん、目黒ハウスを見せた。だから俺たちってやっぱりいい環境があったんだよね、そうです、撮る、うん、だけどどん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 ダメになって、
なんか本当に安藤のベニヤ板のスタジオで撮るようになっちゃって、だからやっぱりね、うん、いい時にやってましたね。まだまだね、結構かっこいいとこありましたもんね。あった。今もう廃屋探すのだって大変ですもんね。廃墟とかっていう言葉がダメなんですよね。廃墟っていうキーワードでバッと来ちゃって、で今ネットでなんかカメラマンじゃない写真家じゃない人たちが借りて使うから、どん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 ね。揉めたりしましたもんね、ちょっと。あ、そうです。廃墟なんだ。だからこの間言ってた茨城の方は、僕もあんまり遠くなければもっと行きたいっていう好きな感じなんですよ。本当にそういうところがどんどんなくなっていく。そうでした、うん。当てましたね。当てたね。なんか頑張るよ。さすが。ガゼンやる気が出ましたね。じゃあ、ちゃん行こうか。撮影の方に頑張ってください。さあ、これからですね、本日のゲスト倉重さんとそして山岸と、撮影セッションがそうです。下かみそ。どんな撮影になるでしょうか。そしてどんな作品が出来上がるんでしょうか。非常に非常に楽しみですね。なんか静かですよ。大丈夫ですか。大丈夫です。今両側にお二人います。そして今日のモデルさん、はい、りんちゃんいらっしゃい。カモン、はい、りんちゃんです。りんです。暑いけどね、頑張ってね。頑張ります。すごい人たちに撮られます。あ、その感想どうでしょう。今日はすごい光栄です。今日も頑張ります。よし、武道の精神で。ということで、頑張ってきてください。はい。美しい。ちょっと全身入りますよね。オッケー、移動しましょう。シュッとした、
多い。データを取り込んでみようか。ドキドキで恥ずかしいね俺。行こう、帰ろう。行きましょう。ここに行くんでしょ。なんか熱い決闘が終わったんですけど、さっき彼を紹介するの忘れちゃって、あ、まあ、最近撮った作品ということで、はい、彼はソニーミュージックアーティスト所属の、うん、俳優さんで新井啓太さんですね。一応その検索していただけると結構いっぱい出てます。あ、そうですか、はあ、これはプライベート写真。そうなんです、プライベートでも写真撮るんだ。あの、そうそう、これは撮りますよ作品撮りでお願いして、うん、どっちかというとそのプライベートは、うん、男性が結構多いですね。俺もちょっと男性取らないとダメだよな男性の方がなんか売れるらしいね、こんな言い方するためだ男性の方がなんか気にしなくていいからいいよね、 ある意味。そうですね、ある意味ね。そうです。女性だとね、結構、うん、そうね、まあ、着替えるところとか、うん、そういうのも。新井君、はい、早速チェックしてみます、はい、皆さんよろしくお願いします。さあ、決闘、今回モデルに無理無理来てもらったりんちゃんです。いりんちゃんです。りんちゃんは今度あの紹介するけど、あの本なんだっけ、あの格闘ポーズ書ですか。うん、そうそう、格闘ポーズの本を原稿者から出してます。これで三つどもえですね、カメラ師ね。で、僕は最近気に入ってね、ちょっとよく会ってるんですけど、なんか格闘の格好すごい前で、めちゃめちゃいい、ね、そう、もう本気でやると音が聞こえるだからそういう意味ではすごい今回無理言って来てもらって、本当にまあ黒重さんね、知らないから凛ちゃんのこといきなり会って、いきなりだから結構きつかったと思うんですよ。いやいや、ハンデはもうかあまりにも可愛かった、メロメロでした。ありがとうございます。うまいんじゃない口俺あんまり言わないんだよねね、もうドキドキしちゃって、多分ね弱いタイプじゃないかなと思ってんの。はい、あの弱いって意味はなんかテーマ与えた女優さんっていうのは強そうだけど、いきなりこうモデルさんっぽく来られると弱いでしょ。
で俺はコスプレが今日お願いしたのにコスプレは嫌だって言ったのね。いや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 、嫌じゃないですけど。本当なんかあるんじゃないかなと思って。女性を撮ること自体ドキドキしちゃう。いいな。あんま慣れてないんです。また俺はもうときめかないんだね最近。昔はねときめいたんだけど、さあさあ見るか。最初俺のから来るの。ドキドキですね。あ、これいいカメラだね。本当これは、あのプライベートでいつも持ってる、これ機種なんていうんですか。これはライカの M4 っていうフィルム。フィルムなんだ。フィルムのカメラ。あ、そうなんだ。これ本当、俺 M6 はピッカピカで持ってるよ。俺のデータ。おー、すごいいい感じです。なんか自分で言うのもおかしいんだけど、なんかこんな感じいいなみたいな。でちょっとブラヒモが出てんだけど。あ、本当だ。うん、あとこれはなんとかするよみたいな。それもいいかなみたいな。まあちょっとアップになっちゃったね2つ。俺悪いね。これはね。俺もそうなんだけど、取っ手出しだからね2人とも。そうなん。実はね、あそこで構えてるすごい姿が良くて、そこでちょっと撮ってみた。なんかすごく、なんかこれはこれでいいかなと思って、なんで指が切れてんですかみたいなこと言われるけど、もう女の子を表現するのに俺どうでもいいと思ってるんですよ。指が切れてても何してても。よく最近怒られるんですけど、なんで髪頭切れるんですかとか言われるんだけど、でちゃんと見えてるんだけどね。まあこれ一応2点、アップアップになっちゃって、これがちょっと俺の脇かなみたいな。来た、いいねこれ。ちょっとやっぱあれだね。うん。何ですか。違うのよ、背が大きいじゃん。あ、背大きいですね、これよりね、はい、で俺はやっぱりどうしてもね、背がちっちゃいからやっぱりこういう風な写真になるんだよ。いや、目線ってあるから。だから同じ身長の人に同じカメラ持たせたら、ね、似たようなものになるけど、で6センチぐらい身長違うから、多分もっと違うから173、6、俺より10センチ大きい。あ、そうですか。10センチ大きいとやっぱり目線全然変わるじゃないですか。だからやっぱりどうしてもこういう目線になるよね。ここなんですね、いいじゃないですか。止まれが綺麗ですね。止まれ、なんかこれいいね。なんかこれ、はい、なんかドラマチックだね、はい、これってなんか自分流だっていう感じしない。そうですね、よく撮りがちですね。なんかそんな感じやね。だから俺はなんか撮らないんですよこのアングル。今日はなんか多分こんなような写真はあんまりないですね。で場所の利はねあるんで、僕はここしょっちゅう歩いてるし、しょっちゅう撮ってるんで、ああその、あの場所をよく知ってるっていうのはあるんですけど、あの普段ここ日曜日はほとんど人いないですよ、だからロケ地としてはすごく良くて、実は今日ね、凛ちゃん来る1時間前にもうね、はい、来てたの。あ、でぐるぐる回ってたの。あ、見つかっちゃったんです。そうロケハンしてたの。こっそりロケハンしてた、だからあのそういう意味では見てね、こういう場所があるっていう。で時間的にね、もっとあればもっとね、とちょっとね10分ぐらい離れればもっといいとかあるんだけど、まあこれはあとはキャパのね編集の方がどういうふうに編集してくれるかで、また写真もすごく大きく変わるから、あ楽しみですよ。楽しみです。楽しみです。頑張ります。楽しみです。楽しみです。で、リンちゃん的にはいい？はい、めっちゃいいです。本当？はい。じゃあよかった。これもすごいです。うん、これはね、なんか、はい、昭和の匂いがするね。私結構昭和の雰囲気めちゃめちゃ好きです。うん。これいい写真だね、よく見る。これもめっちゃいいんです。なんかこう、ひゅっとこうなんか、何腹の針に指入れたくなる。まあ今日はそんな感じで、まあ来ていただいて
こんな風になって、でなんかこれからもまたよろしくっていう感じで終わっちゃうんですけど、はい、またこれからもなんか新しいいろいろな面白いことやりましょうよ、はい、ぜひもうなんか呼んでいただいて、いやいや、もう楽しかったです。ここでいろいろと今度やろうと思ってるんですよ。こんなのあるし、なんかこう写真ここで見ながら10人ぐらいでこう夜、はい、今もうそんな時代だよね、うんうん、実は昨日もねものすごい大きな会社に呼ばれて、で円形のステージ作るからいろいろやってよって言われて、すごいなんか感動して帰ってたんだけど、やっぱりこれからはもうなんかリアルとなんか融合していかないと難しいんで、そうですね、ぜひまた、はい、ぜひ、もう多分遠いキャパもね、俺の連載もそのうちなくなるんだろ。なくなりますよって言いづらい。だからそれに備えてちょっといろいろね考えてる。俺たちの悪いとこって一つだけね、お金もらって取るじゃないですか。ああ、ずっとそうやってやってきたじゃないですか。ああ、で取って本になるじゃないですか。買う？自分が出てる本。もう買います。俺は買うのよ、写真集でもなんでも、はい、必ず買うのよ。で買って必ずストックするわけ、はい、だから400冊そのままあるわけで、プラス400冊ある。だからそういうことをするとやっぱり買わない人多いのよ。取って、あ、そうです、そうそう、取ってそのまま終わってしまうってね。俺はもう本当に昔8紙ぐらいやってた、表紙とか毎週刊誌もやってたし、ともう本当に切り抜いてやるって大変なことで、でも全部切り抜いてるんですよ。キャパだってキャパがなくても俺自分がやった号は全部打ってる、切り抜いてこうで、それをスキャンして撮ってるんだけど、もうね紙がダメだとか儲かんないとか言って、だから自分でやっちゃおうかなって思う。カメラマン金出せよってみんな本当に。いい、だってお金もらうだけで全然さ自分のものに責任持ってないから、うん、だからやっぱお金もらったら自分のもの買う。だから1人10冊ずつ買ってくれて、ちょっと 現金出してよって10人集まったら本できる、本当、ね、だからそういうことを考えながらやってるんですよ、はあ、だからなんか今やっとね自分で人にこうお願いすることができるようになって、だからこれから楽しみですよ。ぜひお願いします。はい、ぜひ。嫁が今日はもう中抜けなんですよ。ああ。みんちゃん、みんなに一言。すごい、カメラマンさんたちと、また素敵なこと、仕事ができて、すごいすごい光栄でした。これからもたくさん呼んでください。みんちゃんは韓国のプサンの、はい、釜山出身です。だからそういう意味ではね、よくこんな日本語がね上手で、ね、上手ですよね、状況の中で、ね、頑張っているから、ぜひまた応援しちゃってください。はい、皆さんも応援しちゃってください。イ・リンです。応援してください。歌もうまいらしいよ。聞いたことないけど。本当ですか？ありがとうございます。自分の口では言えないですけど。さあ、あとは佐藤君の編集にかかりますね。よろしく。よろしくお願いします。お願いします。写真を撮って